呪術廻戦ジュジュトーク。スバルさんがこの曲に乗って体を動かしたからさ、上のパネルがガタ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 って。怖い今度は リップクリームまで倒した。違う、そんなつもりじゃないの。大丈夫、ごめん。元気だな。行ってみよう。皆さんこんにちは、テレビアニメ呪術廻戦虎杖悠仁役の榎木淳也です。イエイ。現在放送中のテレビアニメ、もうゲスト出てきちゃってるけど、呪術廻戦をゲストを交えるトークで深く掘り下げる呪術トークスタートしました。うわ、マジで。いや、始まったよ。なんかいつもよりテンション高い気がする。そんなことない？こんなもん、いつも。俺はだからさ、うん、言っていいのか分かんないけど、いいよ。俺の木さん好きだから。だから俺の木さんとこって、ラブ、いや、ライク、うん、あ、下がってんじゃん。なんかそうでって言ってる風で、ライクから始めさせて。ライクから、ね、ライクから、まずはね。だからそこで、ね、こうね、えのきさんとこ一緒に喋れるっていうことが、あ、俺のこのパワーの源だ し、ここで一緒にこうやって喋れるってことがいいわけです。だからやめて、そんな、ね、な、俺がなんか無理して頑張ってるみたいな、疲れてるのになんか無理してみたいな。いや、だってさっきちょっとこの前の仕事もスバルさんと一緒で、はい、一緒にタクシーでね、このスタジオまで来ましたけど、ずっと寝てたから。見せかけてからの違うな、ね、寝てるって思ったでしょ。思った。違うもん。今日どんな話しようかと、ここで、ああ、ここどんな話しようかってずっと考えてただけの話よ。ここを着いた瞬間さ、心臓で喋るぞって言ってたもん。自己紹介してなって。あ、そうでした。今回ですが、この方をゲストにお迎えして一緒にお届けしたいと思います。どうぞ。皆さんどうも、東堂葵役の木村昴です。はい、まだ名乗ってなかった。失礼いたしました。すごいですね。よろしくお願いします。はい。